はい、タンタンでございます。今日は、長野県のですね、ディバイザーさんということで、まあ、うちでもね、たくさん販売しております。ヘッドウェイですね、こちらのギターの、ご紹介なんですけど、今日一応買い付けも一緒にですね、いろいろ、まあ、オーダーとかもやってるんですけど、今回来たのがこちらの、モデル、まず一つ目を見つけたのはね、 HD の115のスタンダードの、ドレッドノートスタイルなんですけど、これは40周年ですね、ここの、40周年アニバーサリーとかここに刻印入ってて、1本見つけたんですよ。で、あまりここのメーカーさん結構人気あってですね、品質に対しての価格もとっても安く、メーカーさんも提供してますんで、結構ね在庫がいつもないんでうちも困ってるんですよ。で、見つけたのがこちらで、めちゃめちゃこう多分遠くから見て綺麗に見えるか汚く見えるかはあなた次第ということでですね、よく言うと超ベアクロですね、V みたいになってるんです。多分これ他の楽器屋さんはどう思ったのか分かんないですけど、結構ね横に細かい虎みたいなのも入っててかっこいいんですよ。で、なんかもしねギターが盗まれたとしても、これ僕のギターだってすぐ分かっちゃいそうなぐらいの、いい、木目が入っているんですね。まあまあ綺麗なんかいい人はこれダメなんですけど、こうグワーッとこう激しい強めのインパクトが欲しい方にはおすすめかなと思う、この1本ですね、まずは。ということでちょっと弾きましょうか。爪で弾いてますんであんまり、音飛ばないと思うんですけど、でもしっかり多分聞こえてると思うんでね、やっぱり品質がとってもいいんで使いやすいギターだと思いますよ。なので、まあ、こちら115ですね。ネックの感じもややソフト V といったところで、握りやすくあんまり細くないので、ある程度こうギター弾き慣れてる方も弾きやすいかなといったところですね。そんなわけでこちらはまず仕入れましたんで、すぐに販売したいと思います。じゃあまた引き続き、レポートしていきます。ということでタンタンでした。バイバイ。